解任されたラプターズの KC 監督、AP、写真を拡大 NBA ラプターズのマサイ・ユージ。異球団社長は11日、7期目を迎えていたドウェイン・KC 監督、61、の解雇を発表した。ラプターズは今季チーム歴代最多の59勝、23敗を挙げ、東地区の第1シードとしてプレーオフに進出。しかし地区準決勝で第4シードのキャバリアーズに4戦全敗のスイープで敗れていた。キャバリアーズに対してはプレーオフで3年連続の敗退。うち2回がスイープによるもので、7日に敗退が決まってから4日後に指揮官が更迭されることになった。ユージリ社長は、彼、KC監督、が間違ったことをしたのではない。しかし我々は新しい何かを模索することを選択した。そういう時が来たとも言える、と解任に至った経緯を説明。レギュラーシーズンでの好成績よりも、プレーオフを勝ち抜ける人材に重点を置く姿勢を示した。KC 監督はティンバーウルブス時代を含めて NBA では通算373勝307敗。今季はファイナル終了後に発表される年間最優秀監督の有力候補にも挙げられている。